どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。実は Twitter、Instagram、TikTok と活動の幅を広げております。概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。そして、大ちゃんとトスくんの映画の生贄というポッドキャスト番組が始まりました。普段の動画よりも長い1時間程度の長尺で映画のあれこれを語っております。YouTube でも Spotify でも配信されておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。というわけで今回なんですけれども、先日特報が公開されて国内外問わず大きな話題になっているゴジラマイナスワンに関してちょっと話したいと思います。永遠のゼロ、アルキメデスの対戦などの山崎隆監督によって制作されているゴジラマイナスワンは、これまでのゴジラシリーズとはつながらないスタンドアロン作品であり、1954年に公開された初代ゴジラよりもさらに以前の1945年頃から1947年頃が時代設定とされていて、ゴジラシリーズでは初の初代ゴジラより以前に起こった出来事を描く作品として大きな話題になっているんですよね。特報映像の中では、尻尾によって破壊される街の荒廃に巻き込まれる人々、廃墟と化した街、巨大なゴジラの足から逃げる群衆、ゴジラによって弾き飛ばされたと思われる電車の車両、屋上で写真を撮影する記者たちがビルの崩落に巻き込まれる、おそらく電車に噛みつこうとしているゴジラなど、多くの印象的な場面を映し出してくれているんですが、まだ物語の全容はつかめていないんですよね。そんなゴジラマイナスワンで今諸外国も含めて多くの方が考察しているものが、今回のゴジラは核で誕生するのかってとこなんですよね。ゴジラマイナスワンは初代ゴジラの誕生の要因となったビキニ環境における核実験よりさらに以前の出来事とされているので、初代ゴジラと同様に水爆実験の影響で生まれたという経緯は使用することはできないんですよね。そうなってくると今回のゴジラはどこからやってきたのかって疑問にぶち当たるんですよね。1945年から1947年頃が舞台とされており、終戦直後で復興の道をたどろうとしている日本をゴジラが破壊する理由とは一体何なのかってとこもゴジラ誕生の要因と関係がある気がしますよね。まず根本的に今回のゴジラは核が原因で誕生しているのかってとこをまず俺は考えたんですよね。以前別の動画でも言及しているんですが、俺は今回のゴジラは核が要因で誕生するのではなく、大戸島の伝説の怪獣として登場するのではって考えたんですよね。昨年12月に行われた東宝の次期ラインナップ発表記者会見で、東宝幹部の方が初代ゴジラと通じる、もしくは感じることができるものが登場することを匂わせていたので、その要素というのは大戸島であり、大戸島の伝説の怪獣であるゴジラが戦争中の何かしらの出来事で目を覚まして、終戦直後で弱っている日本を襲撃してくるのではないかって予想したんですよ。レジェンダリーピクチャーズが制作しているモンスターバースに登場するハリウッド版ゴジラは、地球の守護者という立ち位置で現在は描かれており、核兵器で誕生した生物ではなく、あくまでも古来から生きながらえていた巨大生物として描かれていたということもあり、ゴジラ誕生のルーツは核兵器と結びつけなくても成立すると考えたので、そういった考えに行き着いたんですよね。でもですね、特報の中に実はヒントが隠されていたんですよね。それはおそらく警察だと思われる人々に立ち入りを禁じられている瓦礫の山となった服部時計店がある銀座通りに群衆が押し寄せているシーンの中なんですが、群衆の右側に白い立て看板があるじゃないですか。この立て看板に注目してよく見てみると、放射って文章が記載されているのがわかると思います。はい、これはおそらく放射線が検知されているので立ち入りを禁じるとか、そういった文章が記載されていると思われるんですよね。さらに言及すると、別の動画で話したように服部時計店の周辺環境も放射線が検知されるような状況を匂わせているんですよね。服部時計店は戦火を免れてほぼ無傷だったので、戦後に GHQ に接収されているんですが、今回の特報のあの映像だと周辺環境と合わせて服部時計店もかなりのダメージを負っているように見えるんですよね。ダメージ度合いが史実と違うという部分に着目するのであるならば、あのシーンはゴジラが銀座を破壊して立ち去った後のシーンだと予想できるんですよね。ゴジラが通過した後に放射線が検出されて、そこを立ち入り禁止にしているって考えると、あのシーンは分かりやすい演出がなされていると思います。
ちなみに一部考察ではあのシーンの服部時計店の1階のシャッター部分、窓の部分に放射線マークの垂れ幕が下がっているから放射線があの辺りには撒き散らされていると言われていたんですが、あのマークは放射線マークではなく進駐軍がここを接収したと示すマークだそうで、放射線マークではないんですよね。でもゴジラがここを通過した、もしくはゴジラが放射熱線を使用した後のシーンであることは間違いないと俺も予想していますね。ゴジラの肌が特徴的なケロイド状に見えないという指摘もあり、ゴジラはまだ放射能を浴びていないのではという考察も存在しているんですが、映画館に飾られているスタチューなどを見ると今回のゴジラも全身結構ボロボロで所々に傷もあり、肌も傷が治癒したような印象を受けるので、やはり核兵器などによってダメージを負わされているという感じがしましたね。前述した要素をまとめると、つまり今回のゴジラもやはり放射線が原因で誕生したと予想できるんですよね。山崎隆監督はゴジラに対する愛情は深く、メッセージ性も作品に入れ込んでくると思うので、今回の新作は核兵器によって自身を傷つけられて怒りに燃えるゴジラが日本を襲撃するという基本プロットなのではないでしょうか。もちろん青色の放射熱線も吐くと思います。続オールウェイズ3丁目の夕日ではオープニングでフル CG のゴジラが登場して、尻尾で下町をなぎ払って東京タワーを放射熱線で破壊する場面があるんですが、あの場面って描き方が本当に素晴らしかったですよね。パニック描写もさながら放射熱線の威力や建物の倒壊の重厚感も伝わってきて、とても興奮できましたよね。ああいった場面を見ると山崎監督なら放射熱線や都市破壊をうまく描いてくれるのではって俺は感じません。しかしながら今回のゴジラは一体どこからやってくるんでしょうか。水爆実験の影響はまだ受けていないはずなので、どこで核の影響を受けるんですかね。広島と長崎の原爆の影響でっていうのがある意味一番わかりやすいと思うんですけど、そうなってくるとなんで東京にゴジラはやってくるってとこが一番の謎になると思います。これに関しては全く予想がつかないですね。今後公開される予告編でいろいろと明かされてくるとは思うんですが、それまでは悶々とするしかないですね。そしてもう一つウェブ上で考察されている内容に関してもちょっと言及しますね。それは今作が新たなゴジラシリーズの始まりであり、70周年である来年に公開されるべくゴジラマイナスワンと別にもう一本国産ゴジラ映画が制作されているのではって内容なんですよね。 VFX を担当する白組がゴジラマイナスワンの制作を発表した際に、今作はゴジラ生誕70周年を迎える2024年に先駆けた一大プロジェクトです、今まで成し得なかった視点を駆使し、まるでそこに巨大な怪獣が存在するかのようなショットをいくつも作りたい、怪獣を前にむき出しにさらされる恐怖、それが今回の作品が到達すべき場所であると思っていますというコメントを発信しているんですが、このゴジラ70周年を迎える2024年に先駆けた一大プロジェクトという文章に関連して、ゴジラマイナスワンというタイトル、情報公開の際の意味深なカウントダウンも含めて、来年にも何かしらの国産ゴジラ映画が公開されるんではないかという憶測が広がっていたようなんですが、これに関してはないかなって思いますね。現在ハリウッドでは脚本家組合のストライキが行われているのでどうなるかは不透明ですが、2024年にはゴジラ VS コングの続編であるゴジラ X コングザニューエンパイアの公開が決定しており、同一年内にゴジラ映画を2本公開するとは思えないので、何かしらのイベントなどはあるかもしれませんが、ゴジラマイナスワンに続く国産ゴジラ映画は公開されないと思います。もしされたらすごく嬉しいですけど、一体いつ撮影していたんだって感じですよね。でもこういった話が出てくるくらいゴジラマイナスワンは期待されているんだなって思えて嬉しい話ではありますよね。早く次の情報が出てくれることを願うばかりです。また面白い情報が入り次第動画にしますね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。